皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩のカラオケレッスンへようこそ。いつも選曲は私の独断、自分の好みでやっております。今日の一曲などもこれから全国で華やかに開催されるはずの発表会に、そのステージ映えする一曲だと睨んでいます。どうぞご参考に。塩野香織さんで白夜行。実は一番低い音、短く3箇所ですかね、あるんですが、ちょっと私も出ませんので、歌ったつもりということで皆さんご理解、いやいや無理やり、そのようにお考えいただきたいなと思います。楽譜の1段2段それではノーマルでお付き合いいただきましょう。最初、今月はこういうジャッキの曲が多いですね。前奏や間奏の一番最後、3拍半数えて、1、2、3、4、もう一度続く1、2、3、4、風に、2の音が1拍目、風にまかれ、これが一応一節でも、あまり二の音を大きいまま巻かれにつなぐことは、まあぜひおやめくださいね。風に巻かれ折れた花を、折れた花を、今もうすでに一番低い音が2箇所出てきました。花を、はい、じゃあ早速歌いましょうか。1、2、3、風にまかれ折れた花を、まだ叩く真夜中の雨、まだ叩く、まだ叩く、5つのひらがなが同じ感覚で、まだ叩く真夜中の雨、真夜中の雨、雨が同じ音で A で上がる。三、四、まだ叩く真夜中の雨。さあ1段目歌いましょうか。1、2、3、風にまかれ折れた花を、まだ叩く真夜中の雨、嘘をついて震えながら、また嘘をつく、会いたくて。1段目の終わりから嘘をついて、
先ほども言いましたけども、大きな音でおーと嘘をついて、こんな歌い方はね、やぼったいです。嘘をついて震えながら、難しい音です。どうぞしっかりと最初に習ってください。なかなか後から手直しというのは難しいです。震え、見てください。フルのルとエが同じ高さ、ね、エが短くてすぐ持ち上げる、すくい上げですね。震え震え、そしてながらながらながら、珍しい音ですよ。これもすくい。震えながらながらながら、珍しいですよ。なが結構低い。ながら、はい、これぜひ覚えてくださいね。じゃあ一段目の終わり、真夜中の雨で嘘をついて震えながら、また嘘をつく、会いたくて、また嘘をつく。音が飛びます。一番低い音、また嘘をつく、嘘を、同じ音、嘘をつく、タンタンタンタッタ、つく、くの音が、まあ、私は前倒しという言葉をよく使うんですけどね、おつく、おつく、おの音が伸びやすいんですが気をつけてくださいね。そしてもうあまり伸ばさないで、会いたくて、はい、それではながら、また嘘をつく、会いたくて、一段目の終わりから、真夜中の雨嘘をついて震えながら、また嘘をつく、会いたくて。じゃあね、これ前半仕上げましょう。この胸に、ああ
まざまざと罪の文字落ちてゆくのを知りながら愛に愛に愛にまみれて白夜申し訳ありませんが、これから後で直します。はい。あまざまざとこの胸に。何ですかこれは、救いがあるんですね。二つ目のあと同じ音で、まざまざ。ああまざまざと救いがある、上からの押し下げ、まざとまざとおともう一度がある、ああまざまざとお、ああまざまざとこの胸に、この胸に、この胸に、に、にが短い。さあ、それじゃあ、二段目の終わりから。会いたくて、に、三。あまざまざと、この胸に。その次。あまざまざと、罪の文字、同じメロディーで、あーまざまざと、そしてその次、先ほどはこの胸に、今度は罪の文字、罪の文字の文字、字、字の音、下からすくいます。はい、いいでしょうか。2回目の三四で、あ、はい、三四、あまざまざと罪の文字落ちてゆくのを知りながら、おお、救いですね。一音下から、おが短い、落ちて落ち、こうですね。落ちてゆくのを知りながら、知りながら、うん。じゃあ罪の文字、三段目の終わりから、はい、罪の文字に三四、落ちてゆくのを知りながら、はい、それでは二段目の終わりから三段四段と続けてまいりましょうか。会いたくて、あまざまざとこの胸に、あまざまざと罪の文字落ちてゆくのを知りながら、愛に愛に愛にまみれて白夜光、また間違えましたかね、申し訳ありません。
愛に、この2回目の愛にがどうも先ほどからね、2度連続で失敗したみたいで本当にごめんなさい。最初は低い愛に、最初が低い一番最低音の愛に、あまり伸ばしません。その2と同じ音から愛に、こうですね。愛に、愛に、もうすぐ出ますから、2回目の愛に、あまり伸ばさない。本当にわずかです。愛にまみれて、愛にまみれて、て、下から救いですね。そして、一泊休み。ここが、じゃじゃん。白夜行。もともとは、白夜だと思うんですけども、何度ね、歌詞の歌声を聞いても、白夜。うん。すらをつけてね、下へ下ろしてる。一泊休みは、じゃじゃん。白夜行。じゃあ、戻ります。下から二段目。知りながら、愛に目に入れて、白夜行。また間違えました。どうもひらがなが読めない。さあ、それじゃあ全体を後半をつないでまいりましょうか。2段目の終わりからテンポが上がります。会いたくて甘々とこの胸に、甘々と罪の文字落ちてゆくのを知りながら、愛にまみれて、白夜行。今度は皆さんで、会いたくて、ですけれどもね、また今日、オクターブ上で弾く。そうするとまたメロディーが心配。はい、じゃあ繰り返しなんですね。繰り返し。2番が白夜行。そうすると一小節。あはらはらとこの方に、一小節だけ感想があるということですね。さあ参りましょう。
できずに申し訳ありませんでした。女性の皆さんはですね、ノーマル、そしてマイナス1、男性は最低でもプラス5にはしないとね、なんだか満足いく歌声にならないかと思います。男性も大丈夫、ステージ映えする一曲を皆さんにお届けいたしました。本日もお付き合いくださいまして、誠にありがとうございました。